ひよこむが挑む桃鉄100年耐久あらすじパート10。29年目は開始早々スリの銀次に370億円全額すられる波乱の幕開け。全部はないよね。追い打ちをかけるように台風が上陸。あー、もうやめて。さらにキングボンビーデストロイ号襲来で悪夢再び。なんと270億円の物件を燃やし尽くされてしまいます。待って、デストロイはやめ、ひよこむはね、今回のパートから物件を大量に買って圧倒的1位を目指そうとしているの。ひよこむ67億、秩父の独占崩れた、調子の独占崩れた、甲府も、武田信玄さん。弱り目にたたり目、泣き面に蜂。ここに来て佐久間が絶好調状態に。あー、マジかー。珍しく運の悪いひよこむ選手、出雲国引きレースでまさかの3連続で1位を出しちゃいます。これどうなってんの？ちょっと待って、ちょっと。しかしキングボンビーが佐久間から380億円を強奪、一気に大赤字。えぐい。ちょっと佐久、急にどうした？キングボンビーが本気を出しました。佐久間の自滅に助けられて、その差5500億円になりましたよ。ね、これはいいところで終わりにしておきましょう。次回、ひよこむが挑む桃鉄100年耐久シャープ11、さらば全てのボンビーたちよ。ぜひ見てくださいね。